一騎、紫龍、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに虚構の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども虚構しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は虚構を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。我こそは神、サガ二つの顔。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんた、力ずくでも連れていくぞ。でやせい、すまないが私の力でアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ、せい。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ、聖夜。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。教皇、なんだ。誰がアテナの盾など恋に行かせるか。何、教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体。死ぬせいよ。うわっ。バカめ、そうやすやすとアテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ、一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我がクロスよ。ジェミン、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニのセイントだったというのか。でもなぜ、なぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。ジェミニオ、本当のお前の姿はどっちだ。
ブロンズの小僧に何ができる。レディーバーン。飛び。ゴールドセイントのジェミニオ、もうすぐだ。もうすぐサオリさんのアテナの命を救える。バカな、まぐれの高速拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せいよ。何？もう一度、もう一度俺に力をくれ。俺のコスモよ、アテナよ。何？これは。ペガサス、オーリングクラッシュ。ペガサスローリングクラッシュか。残念だがお前の最後の技さえも通用しなかったようだな。強い、強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。さあ、その首を落としてやろう。覚悟はいいか。誰だ、この私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴
様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ。今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。あの世に行くのはお前の方が先だ。勝負だ。一騎。フェニックスよ、この時間と空間の迷路の中で永遠にもがきさまようのだ。ジェミニ、お前の最後を見せてやろう。レディー、バーン。カンナ、私にかなうとでも思ったか。この程度の実力とはな。おお、幻魔剣がここまでの威力を持つとは、ひよこながら褒めてやるぞ。
フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ。このゼミに最大の剣、ギャラクシオンエクスプロージョン。あっ、こら、これでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。セイザ、セイザ、セイザ、あなたは希望。今すべての人々のあなたが希望。セイラ、わずかに残った俺のコスモ。セイラ、消えそうな俺の命を。そうだよセイラ、かすかに残った僕の命を、僕のコスモ、すべて君にあげるから。セイラ、何？ペガサスが、また、しかもなんだ、セイヤの後ろに浮かぶあのコスモは。ペガサス、いや、ペガサスだけではない、セイヤの後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そして、アテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。最後にもう一度だけでいい。コスモよ、心のコスモよ、奇跡を起こせ。うせろ、これ以上私の邪魔をするな。レディーバーン。
か。愚か者めが、この私にかなうとでも思ったか。負けられない、アテナのためにも。ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。俺は死ねない。アテナの盾を、沙織さんの方にかざすまでは。アテナ、我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老峰におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。まだ彼らの戦いは終わっていません。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。
織さんは、アテナは助かったのか。だとしたら、俺の役目は終わった。日時計の炎は消えた。アテナは死んだのだ。もはや私に恐れるものはない。お待ちなさい。な、何？サガ、もはやあなたの敗北は明らかです。あなたもセイントならば潔く自らの非を認めなさい。お前たちまで、なぜだ。俺たちの命がまさに燃え尽きようとした時、アテナが再び俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。セイヤ、セイヤ、聞こえるか。よくやったぞセイヤ。アテナは完全に蘇った。そうか、これがアテナの力というわけか。セイヤ、同じ時代に生まれ、同じ時を分かち合い、同じ目的のために生死をかけて一緒に戦ってきた俺のかけがえのない友達、そのコスモンが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよな、みんな。この世界を救えるのは真に力のある者だけだ。さあ来るがいい、セイヤ。シリュ、ジョーガ、シュン、イッキ、そしてアテナよ。もう一度だけ俺に力を貸してくれ。俺のコスモよ、セブン戦士ズよ、今こそ究極まで燃え上がれ。サガよ、お前の最後だ。ペガサス水星剣。これでもう聖夜、どうしたのです。来ないのですか、サガ。さあ来なさい。今度は私が受けなければならない戦いです。あ、アルティーナ。サガ、サガ、あなたは最初から。アテナを、こんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。ですが私にできる贖罪の手段はこの程度しか。サガ、このサガ、許されるのであれば正義のために生きたかった。サガの心には強い善と悪が混在していました。ですが最後には
本来の善の面が悪を凌駕したのですね。結局この戦いで誰よりも苦しんでいたのはサガだったのかもしれません。善と悪の狭間で。サガ、セイヤ、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかしあなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。シリュウ、氷河、シュウ、一騎、そしてセイヤ、あなたたちが戦ったように私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。